鮭は内臓から食べます。熊田門です。先日アップした私のメイク動画に、洗うのが大変そうというコメントをいただきましたので、今回は私がいつもやっている一瞬でメイクが落とせる方法をお見せしたいと思います。ではメイク落とし太郎さん、よろしくお願いします。もう100均で売ってるメイク落としでいいんですよ。わざわざ高いのは買わなくて。本当に去年もね、メーカー同じようなもんですから、こうやってしっかりと液を肌に染み込ませるのがポイントです。そしてポイントとしては、口か鼻かの穴を全て塞がないように気をつけてください。どこかしらとは必ず抜け道を作る。人生と一緒ですね。抜け道を作っていないと、ちょうどに後々きつくなってしまうので、こんなわずかな抜け道が大事になってきます。口をもうちょっと押さない。もうちょっと押さえてもいいじゃないでしょうか。顎のあたりとかしっかりと浸透液を肌になじませて、では行きましょうか。チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録を。